ええ。もうね、花粉症始まっちゃってるからさ、もう、ね。ひどいよ。もう、まだ2月だよ。2月の時点でこんなにひどいってさ、もう3月死んでんじゃん。はい、というわけでね、ヒアシンスステークスのね、予想をします。なんかヒアシンスってのはなんか花の名前らしいんだけど、こいつは花粉出すのか。まあ、こいつも花粉出すんだったら、こんなレース即刻ね、なくなればいいと思うんですけど、まあ、そんなわけでね、まあ3歳のね、ダートのね、重傷ですよ。重傷じゃない。リステッド競争。もう重傷にしていいよ、これ。全然メンバー揃ってんじゃん。なんか、キサラギ賞とかさ、そんな、しょうもない重傷なんかよりもね、こういうレース、もう芝の重傷多すぎ、こういうレースので重傷にするべきですよ。うん。でね、またこういう話をするとさ、なんかそしたらなんか3歳の5月まではさ、なんかダービーを目指してほしいから重賞は作らないとか。知らねえよ、そんなの。ね。そんなの知らねえ。レベルが高いレースを重賞にするべきです。というわけで、今回のヒアシンスステークスなんですけど、見えちゃったんですよね。今回のヒアシンスステークス勝つのは、レーヌ・ブランシュです。まあ、簡単に説明するとね、レーヌ・ブランシュはですね、上がりがとても使えるし、結構強い。なんか今回一頭さ、なんか新馬戦でえぐい勝ち方した馬に人気集中してると思うけど、そういう派手な勝ち方した馬ってのはね、もう過剰人気になる傾向があるんだよ。だからこういうね、レーヌ・ブランシュみたいな堅実に強そうな馬、これを、ね、本命にするべきです。レースセンスもあるしね、追えば追うほどね、ほんと、追えば追うほど加速していくので、東京コース非常に合ってます。で、他の馬はどうなんだ、印で。はい。なんでこんなに早口で急いでるのかというと、ちょっともう鼻水がね、本当にもうギリギリまで垂れてて、早く鼻噛みたいんですよ。でも、あの動画撮ってる最中に鼻噛むの失礼じゃないですか。ちょっとこの時間が無駄だった。はい。対抗がタガノビューティーで、あとね、抑えいっぱい。カフェファラを決められて、ヤウガウ名称点数、ロンゴノット、森のブレイク。はい、解説します。で、タガノビューティーはね、まあ、ダートに戻ったらさらに強いです。うん、結局戻ってきたね。うん、ダートではそこがまだないです。で、カフェファローがさっき言った新馬戦でえぐい勝ち方したまで、まあ、こういう馬僕警戒してるんですけど、だからって切る理由にはならない。本命にしない理由にはなるけど、切る理由はならないので、すなわち、相手。で、キミラ・ベリテはね、まぁ、あ、ちょっと重賞、北海道2歳優勝勝ってる馬なんで、ちょっと金量1キロ重いんですけど、ちょっと自分の形にならないとちょっと脆い部分があるけど、まぁ、あ、でもね、鼻をもし切れたら、ちょっとしぶといと思うので、相手に入れてます。で、ヤウガはね、ルメールが乗るからね、抑えないとなるか。で、名称点水は、全日本2歳優勝で一番人気に支持された馬なんで、まだちょっとわかんないです。抑えにしといた方がいいです。で、ロンゴノットはね、タイムが非常に優秀なんで、抑えます。で、森のブレイク、これ多分最低人気なんだろうけど、中央天球初戦、うん。なんでこんな馬買うのかって言ったらね、全日本2歳優勝見たらわかると思うんだけど、一瞬ミス馬ってね、ちょっと邪魔されてんだよ、お前。でそれがなかったら、もしかしたら3着ぐらいまで来てんじゃないかなっていう馬なので、ちょっと最低人気で全然人気ないのであれば、こういう馬を率先して狙うべきです。はい、というわけでね、今からボンレス高島大先生の予想をご覧ください。どうぞ。はい、こんにちは、ボンレス高島です。ヒアシンスステークスはですね、本命タガノビューティーにしました。まあ、この馬ね、そのダートと芝どっち行くのかなっていうところも注目だったわけですけど、まあ、ダートに出してくるってことは、まあこれからね、その3歳のダートを目指していく形になると思うんですけど、まあそのね、その芝行くまではですね、その東京ダート1600も勝ってる馬ですから、まあもちろんこの舞台も問題ないかなと、はい、思いますし、まあ多分一番人気になるであろう、カフェファラオは、まあ、去年もね、あんな馬いたなっていうふうになんか言っといたなと思ったんですけど、まあ一戦しかね戦ってないんで、まあこの馬の方が経験もね積んで、チャンスあるんじゃないかというふうに思いますんで、はい、高野ビューティーでいきたいと思います。はい、よかったら参考にしてください。でね、武田くんはちょっと今ね、就活とかですごい忙しすぎてなかなか取る時間ないということで、ちょっと今回お休みです。まあ、来週やってくれると思います。はい。で、買い目ですね。はい。レーヌ・ブランシュの単服と、あと3連服でね、レーヌ・ブランシュと高野ビューティー2等軸で、相手にさっき挙げたね、6層です。カフェ・ファラオ、キメラ・ビリティ、ヤウガウ、名称点水、ロンゴノット、森のブレイクと。こんな感じでいこうと思います。はい。というわけで、皆さんもね、ヒアシンスステークス当てましょう。このレースね、毎回楽しみなんですよね。うん。まあ、去年の勝ち馬は、名前忘れたんですけど、ちょっとそれっきり怪我でちょっと出てきてないっぽいんですけど、まあ楽しみです。
復帰が。で、一昨年は僕、ワーク&ラブからね、ワイド前頭流しして外しましたね。まあ、そんな感じで。ちょっとこれね、ほんと3歳ダートの頂上決戦的な意味合いもあるんで、楽しみにしましょう。ね、フェブラリーステークス始まる前のね、大一番ですよ。はい。というわけで、明日ね、まあ、明日、おそらくね、まあ、何個ね、おめでとうって動画上がると思うんで、楽しみにしてください。じゃあ。